ジロボウエンゴ作は、消しかきけ満足の他人層。別名、ヤブエンゴ作。ただし、牧野富太郎は、世人をおお、これをびっちりまたは、ヤブエンゴ作というはひなりとしている。植物体全体に無毛。地下にある海景は、計1センチメートルほどで、やや上下に潰れた休憩をしている。海景の長蛾は飛行して、毎年新しい海景となって古い海景の上に、重なる。 海景からは、根室用と茎を数本出す。海径の側側飛行して、小海径になる。茎は高さが10から20センチメートルになり、弱々しくやや傾いて伸び、短い傭兵のある形容を、普通2個、稀に3個つける。根室用は2から3回3出服用となり、長い傭兵があり、小葉は、普通2から3新列して列編は、長さ1から2センチメートル、 幅3から7ミリメートルになる。下記は4から5月。相乗果樹にやや少数の花をつける。小花柄の基部のトは、ひし形の卵形で、先は、とがり分裂しない。果敢は、一方が唇状に開き、その反対側が巨となり、長さは12から22ミリメートルになる。果敢は、光四色から青紫色になり、稀に白色になる。 果実は線形の果てで長さ12から2 2トルになる。果実に数個の種子が入り、種子は計1 2ミリメートルで表面に微小な梱包状突起がある。春先に花を咲かせ、落葉紅葉樹林の若葉が広がる頃には地上部は枯れてなくなり、その後は翌春まで地中の地下系で過ごすスプリングエフェメラルの一種。日本では 本州の関東地方異性、四国、九州に分布し、低地から山地の草原、川岸、木園などに生育する。世界では台湾、中国大陸に分布する。和名のジロボ援護作は、ジロボ援護作の意で、このユニークな名前は、三重県伊勢地方において、子供たちが、早春の植物の内すみれを、太郎坊と呼び、本州をジロボと呼んで、子供たちが互いに、 互いの植物の花の胸を絡ませた引っ張り合いをして勝負をすることから本種を二郎坊援護作と呼んだ。援護作は聞け満足のうち、この類の感銘、援護作のこと。種商名リコンバンズは、伏して先が上がったの意味。ありがとうございます。